おはようございます。レッドウィングいい感じ。サンダルもいい感じ。到着。こちらは前住んでた大田橋エリアのよく使っていた駐車場です。ここから歩いてお目当ての店に行きます。懐かしきサイケデリックデイリー、サイケデイリーと呼んでました。 ATM はないんだよね。ここ来ました。超久しぶり。第一元、お目当てはこちらですよ。お目当ては特製ニンニクネギチャーハン。美しい、美しいよ。いただきます。ゲッチュ。うわ絶対迷うの。わぁ、美しい。うまプリンプリン。これですよ、これ。ニンニクネギチャーハン。思い出の思い出飯。唐揚げ、餃子。やったね。うわ。最高、うん、ごちそうさまでした。最高でしたね。思い出とともにベロリンガ美味しかった。ニンニクネギチャーハン。じゃあこの後は我が地元柏の手賀沼に行ってきます。目的はあれです。着きました。道の駅湘南。懐かしい。我が地元柏の端っこ手賀沼の近くにある道の駅です。すぐ奥には沼がありますね。私たちが食べるのはソフトクリーム。ここだ。そしてピーナッツソフトクリーム、名産ですからね。濃厚って書いてある。濃厚。いやピーナッツソフトありだね。どうしよう。あの立山の方でもさピーナッツソフト食べましたね。ブルーベリーもある。うわー最高。ピーナッツソフトクリーム、まさかのね、立山に行った時にあった食べログ百名店のソフトクリームが柏にありました。嬉しい。試食を狙っている。試食を狙っている。いただきます。試食を狙っている。おー、はい、濃い。うまい。これで立山行かなくても食べられる。2回目行った。最高だね。うま。ちなみにストロベリーはちょっと季節のね関係で今ブルーベリーソフトだったんで、はい、ブルーベリー、うん、食べましょう。よさあお姉様は、うわ最高じゃない。ドゥルルルルルル。濃厚バニラ。濃厚バニラ。
ブルーベリーがけ。これいいか。ここにしましょうか。あ、うまい。濃い。うん。一口ください。うん。くれないじゃん。うまっ。舐めてみる。ブルーベリー。お、濃いね。うん。うまっ。どっちも美味しい。ね、濃っ。ブルーベリーうまっ。うん。すごい濃いね、ブルーベリーソースも。うん、すごい垂れそう。ね、美味しい。美味しかったですね。久しぶりに来ました、ほら、手賀沼。最高。俺が小学生の時は日本一来たのがあった。頑張ったね。そうそう、めっちゃ頑張った。あ、確かに手賀沼を綺麗にって書いてある。そう、日本一汚くて、中学生ぐらいの時にワースト3ぐらいになって、みたいな感じ。1位なの、荒川かな。いや、沼だから。あそこ。急にジブリみたいなことすんじゃん。急にジブリじゃん。天沢聖司がこの後現れてくるやつ。最高。急にジブリ。最高。最高だね。今お腹からでっかい木が突き出てるみたいになってる。お腹から？うん。腹からめっちゃでっかい木が。いやー、のんびり楽しかったです。このままスミレの湯に行きましょう。柏駅でブラブラしてからの南柏温泉すみれの湯。湯。それでは行ってまいりましょう。あ、記念撮影。記念撮影。では行ってきます。行ってまいり。最高でした。最高でした。最高すぎでした。ちょっとサウナと水風呂弱くなってたけど、源泉の熱湯がもう人間が入れるギリギリの熱さぐらい仕上がっててよかったです。では帰りましょう。あ、雨だ。え、もう雨か。あ、雨だ。雨か。雨最高。あ、雨の匂いじゃん。最高。最高。さ、帰りましょう。最高。最高。最高祭。最高祭。最高祭。勝訴。ただいま戻りました。素敵な休日。ちょっとまた違う日更新します。